ます。ありがとうございます。じゃあ、意味やっぱくんがましたけど。リセットをしていただいて、リセット。ポーズをしていただいて、リセットをしていただいて、はい。ということで、またよろしくお願いします。じゃあ、いきます。はい。はい、京都大学産官学連携本部の宮野と言います。で、まあ、大学の新しい価値創造という怪しいミッションをですねいただきまして、まあ、結構アングラで活動しております。で、今日の本は初めて僕こういうことをやるんですけども、まず皆様本を、まあ、いっぱい読まれると思いますけども、その本を読む目的は何でしょうか。皆さん割とですね、いくつか分かれるんですが、一つはやっぱり知識を得るというのは一つ当然です。で、あとノウハウも含めて、でもう一つはやっぱドキドキするというかね、サスペンスが大好きですけども、やっぱ脳は質問好きなんで、質問自分で出して自分で答える、やっぱドキドキするので。三つ目が僕の中で一番価値観が高いんですけども、それはまさにその新しい価値、新しい見方とかいうのを教えてくれる本。今まで見てたものがその本を読んだ瞬間から全然違う見方に見えるっていう本が僕の中で一番やっぱりランクが高い。そのど真ん中がこちらのこの46年目の光っていう本です。その46年目の光、内容そのまま、目が生まれてすぐに事故で目が見えなくなって46年後に目が見えるようになったというその人の本です。で、鮮明に見えない世界から見えるようになった時の体験がもう鮮明に書いてある。そのエピソードがとても面白い。例えばこう包帯取るでしょ、最後で包帯取った後見えると、これが自分の顔かって思うわけです。で、診療所から出た瞬間に動けない。なぜ動けないかというと、ジェニファーって嫁はんですよ。ジェニファー、これなんだって言って場所元を指すんですよ。なんでカラフルなんだって言ったら、それはマイクって言うんですけど、マイク、それは絨毯の柄よって。こんな床にこんなカラフルな絵があるなんて誰も何と教えてくれなかったんだって。で、車に乗って自宅に行くわけですよ。で、そしたら自宅に行く途中で、なんだこれって、何驚いてるのマイク、道に何か書いてあるって、それは制限速度の数字よ。こんな大きな字で書いてあるのになんで誰も教えてくれなかったんだ。やっぱりね、ほら面白い。で、あと影とかね、この道の黒と白のこれなんだこの模様は、それはビルの影よって、これが影かとかね、やっぱすごく楽しいんですよね。で、そういう新たな発見でやっぱ教えてくれるのが楽しい。で、もう一つはただですね、いいことでもないんですよ。実はなんとこの本に書いてあるんですけども、目が見えなくなってそれを手術で見えるようになった10人のうち8人は、まあ、うつ病とかあるいは自殺するそうです。それはなぜか、例えばマイクの体験で言うと、初めて家に帰った、見た、そしたらすごい散らかってるんだよ。うわっと、この嫁さん全然そうやって整理整頓してなかったんやってね。今まで見えないから綺麗だと思ってたんですよ。で、例えばよく見ると窓ガラスもすごいちょっと欠けてる、え、こんな汚い。で、さらにもっと衝撃だったのは、道歩いててジェニファー、あそこで人が寝てるよ、道路で人が寝てるよ、そうよ、あの人はどういうことだって、いや、不老者って言ってそこに寝てはるのよって、まあ関西弁になってしまいましたけど寝てはるよってさ、なんだと思って今まで知らなかったよ。そうやって今まで綺麗な世界と思って憧れてたやつがもう一気に幻滅して、で、例えばその他にも、まあ、あえて言いますけれども、補助とか当然あるわけですよ、目の見えない人で。あるいは見えないから本読むとかパソコンしたらみんなすごいねって言って、やっぱ頑張って今の生活維持してたわけです。それが普通の人に戻った途端誰からも称賛されない。自分で世界旅行してもいや、お金あるねしか言えない。やっぱそうやっていろいろな自信もなくしていって、まあ、いろんな問題を抱えてしまう。で、まあそういった感じでこの本はそういうエピソードに詰まってます。で、最後にでもこの打ち勝つ、つまり実は見えるまで、目が見える前までは社長とかやっててすっごいねハッピーだった。で、それが見えてからねアンハッピーになってしまう、とか突入してしまう。でも安心してたら最後はきちっとハッピーに終わりますので、ここから学ぶことはただやっぱり諦めずにすごい頑張れば、どんな問題でもできる、困難でも、ね、いけるんだなということをね、すっごい学びました。だからこれはいい。で、もう一つは言いたいのは、やっぱり皆さん学者というか研究やられた方もおられると思いますが、やっぱそういうね新しい目線でね見るっていうのは、これやっぱ
サイエンティストにとってね必要不可欠なことなんでね、まさにこれ読んだ人にとって全員にとってね、こう新しい未来をもたらす本じゃないかということで、以上。まああとは質疑応答の時間に回しますね。使い切らないといけないルールが本当はですね、万が一に僕この本誰かダブったらどうしようかなと思って、あの一応2冊目持ってきたんですけども、2冊目は僕の著書なんでちょっとやらしいなと思ったんで、まあ、宣伝もやめときますわいや沈黙に耐えます